よう皆さんおはようございます。今ね10時50分師匠を飛行場に迎えに来ました。今ゲートまで来たんだけど全く反対のゲートだったからまたあっちまで歩きます。あと2分ぐらいだね。でもねこっちはめちゃくちゃ寒いから、まあ、東京から来てたらね多分慣れるのにちょっと大変かな。Yo guys、 今ね飛行場から帰ってきたんだけどちょっと合流するところとか撮るの忘れちゃったんだけど合流しました、カネキンさんと。で今どこ行っちゃったんだ。今ねちょっとどこ行ったか分かんない。どこだ、えタンクトップちょっと間違えちゃったかもしれない服装間違えてるみたい。ちょっと間違えた。え、 T シャツ脱いだ方がいいんじゃないですか。ちょっと暑いですねちょっと暑いっすよ今日。ちょっと暑い、暑くて震えるちょっとね外寒すぎたんで中に来ました。で今日からはい、ほいほいHey! Welcome to Alec House. Alec の国へやってきました。寒いです。言えなかったかいけど。さっきタンクトップでしたよね。めちゃくちゃ。でした。寒かった。やっぱり千葉の人間だからね。まだこういう寒さには慣れてません。まあね、これからコラボ3日間するんですけど、まあね、いろんなチャレンジとかもやろうと考えてますし、まあ筋トレももちろんします。ハードにね。前筋トレした時から比べるとかなり2人とも成長したからと思う。ね、この間は6月だった ?8 月か。8月です。8月。7月、7月の最後。まあなのでね、楽しく数日間やっていきます。でね、Q&A をまた今回やります。でもね、今回の Q&A は、もうちょっとね、個人的な質問、フィットネスの質問、まあもちろん少し答えるけど、どちらかというと、もっと個人的な面白い感じで Q&A をねやりたいと思ってるので、まあ個人的な質問をどんどん聞いてください。そう、いつもまあ、フィットネス関係のものは動画を通して少しずつ皆さんに見せていきたいので、今回はね、うん、楽しく楽しく多分、まあ、ボールも飲むかなかもしれない多分の。えで、なんか普段なんか知らなかったけど知りたいこと多分後悔すると思うまあぜひ聞いてください。楽しくやっていくので、Alright、 まあ、今回の動画はまあ短くして、まあ、これからの動画楽しみにしていてください。Alright、yeah. See you soon.